ら見て、レーダーに反応が。なんだあれは、でかいな、島か。なんだあれは。鳥よ、巨大な鳥よ。うわ、見ろよ、あの巨大蝶の背中。城だわ。なんてこった。ビッグバードってのはあいつのことか。また来たぞ、気をつけろ。あの城の中にドミニクがいるはずだ。奴の背中に降りるぞ。ビッグバードの真上に来た時がチャンスね。よし、100メートル上昇だ。あの城の中にドミニクがいるはずだ。奴の背中に降りるぞ。雲の下に鳥の影が見えるぜ。
いや、俺はコブラだ。君は？ようこそミスターコブラ、ビッグバード協会へ。私はシスタークイーンです。どうも神父さん、俺はコブラだ。実は人を探してこの教会に来た。歓迎しますよ、コブラさん。このビッグバードを訪れる方は滅多にいません。私でお役に立てますかな。
どうコブラ様子は。やられたぜ。どうやらギルドの連中が先回りしていたようだ。教会の人間が殺されている。え？ドミニクは？まだ見つけていない。奴らまだここにいるかもしれない。上から監視を続けてくれ。オッケーコブラ、気をつけて。誰かいるか？
誰かいるか？誰かいるか？ドミニク。ドミニク。コブラ。あなたコブラね。ジェン姉さんにあなたのことを聞いているわ。奴ら、私の背中の入れ墨を焼いて。ダメよ、これは罠よ。あなたも死ぬわ。ドミニク、ドミニク。さあ、ここから出ようぜ。
ルドか。その通り。私は海賊ギルドの最高評議会12人のメンバーの一人、ドクター・ビガロ。同じく最高評議会の一人、レッドクイーン。貴様か、ドミニクの入れ墨を焼いたのは。なかなか面白かったぞ。貴様。最後の入れ墨は手に入れた。名残惜しいが、君とはここでお別れだ。いや、心配しなくてもいい。君にはふさわしい相手を連れてきてある。さらばだ、ミスターコブラ。君はクリスタルボーイが地獄へ案内してくれる。コブラ、嬉しいぞ。貴様をこの手で殺せる時がやってきた。そううまくいくかな、ボーイ。俺がなぜクリスタルボーイと呼ばれているか、これでわかったろ。俺のボディは特殊偏光ガラスでできている。あらゆる光線銃も俺には無力なのだ。おまけに強度は超合金以上。俺こそ不死身のスーパーマンってわけだ。コブラ。すげえショルダーアタックだ。あんた殺し屋なんかやめてスーパーボールにでも出たら。しぶといやつだ。ほとほと感服するぜ。しかしその軽口をいつまで叩いていられるか。忘れているぜ、ボーイ。ここに来たのは俺だけじゃないってことをな。タートル号のことか。残念ながらレディは助けに来られない。彼女はもうじき死ぬ。何？仲良く地獄へ行け。
私よ、レディーよ、何があったの？レーダーに反応が。何者かがタートル号の周りを取り囲んでいる。私よ、レディーよ、何があったの？私よ、レディーよ、何があったの？地面閃光重装歩兵。レーダーからレッドデビルが消えた。どこに？右エンジンがやられた。左エンジンも入れられると墜落するわ。
やったわ。サイコガンは俺には効かん。
だ。サイコガンは俺には効かん。くらえ！遊びはおしまいだ。地獄へ行け。ドミニクを連れてタートル号へ。遅いぜレディ。何でも細胞の再生能力があると言っていた。じゃあ背中の火傷も。わかったわ。試してみましょう。なんだってこんなところにいるんだ。プレゼント、プレゼント、博士のプレゼント。よう、どうだ、ご機嫌は。腹減った。飯食わせ。よう、どうだ、ご機嫌は。腹減った。飯食わせ。
コブラ。あなたに前にこう聞いたわよね。私が死んだらショパンを弾いてくれるって。冗談よコブラ。万が一のことを考えてドミニクのことを伝えとくわ。彼女の居場所を知らないと言っていたけど嘘よ。実は知っているの。以上よ。私のためにショパンをありがとうコブラ。よう、どうだ、ご機嫌は。腹減った。飯食わせ。よう、どうだ、ご機嫌は。腹減った。飯食わせ。そんなに腹が減ったのか。じゃあ、こいつを食わしてやろう。バレたか。俺の名は。は見つかった。ああ、始末した。ゴミの日に燃えないゴミと一緒に出しとけ。ドミニク、ドミニク。ようこそタートル号へ。コブラ。ジェーン姉さんとキャシーは。コブラ、分かっているわ。感じたの。三つ子ですもの。二人とも死んだのね。見てコブラ、私の背中の入れ墨を写真に撮って。ああ、急いで。ギルドはもう三人の入れ墨の秘密を解いて最終兵器のアリカに向かっているはずよ。入れ墨の謎を解きましょう。オーケこりゃ。何かしら。
大宇宙に君臨したサウスゲリア帝国の王ラドー13世。彼は破滅の神と共に火の惑星プルメリラに眠る。王の眠りは地獄の魔人たちに守られている。王を訪ねる者三つの門の封印を解け、すべての門はこの呪文にて開く。火の惑星だ。行きましょう。火の惑星だ。行きましょう。プルメリアはすぐ近くよ。時間はかからないわ。オッケー、フルスピードだ。